まず、自宅の入ったお越し、新規でございますので、新会によるお笑いから始めさせていただきます。よろしくお願いします。皆様、頭を押さえてくださいませ。本日は、下町連合特許がこのように盛大に、再興されましたことを心よりお喜び申し上げます。今回が6年ぶりの開催ということで、関係機関との諸線も全て一からというようにね、ご準備が大変ご苦労だったというふうに伺っております。この日を迎えられたことがお喜びも等しいようなことと存じます。改めまして、ご準備に携われた皆様に心より感謝申し上げるところでございます。6年ぶりの日枝神社の大祭復活、誠におめでとうございます。下町連合特許、ここで皆様の無事を記念し、また盛大に挙行されることを記念しまして、ご挨拶に返させていただきます。本日はよろしくお願いします。今日は絶好の神輿渡御日和に恵まれました。そして6年ぶりとなる比叡山王祭、神輿大勢の皆様ご参加をいただきましてありがとうございます。京橋二郎連合町会場で、ご総代の小田様より一言お伺いしました。待ちに待った比叡神社の参道祭がここに滞りなく行われることは、皆さんと一緒に喜びを隠せません。今日のお世話をしてくださった下町連合の役員の皆様に、そして今日本業に参加してくださる皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。比叡神社の加護のもと、皆様の明日からのますますのご健勝とご多幸を記念申し上げまして、私の一言のご挨拶にさせていただきます。今日楽しみましょう。よろしくどうぞ。東京令和日本の中心の日本橋の連合町会長をやっております清水貞夫でございます。明日のコロナの心配せずに、今日全力を振るってひっくり返りくらい活躍をしていただきたいと思います。ぜひ、元気よく日本橋の橋の上まで行っていただきたいと思いますので、皆さんぜひ元気に行って大きな声を上げてやってください。よろしくお願いします。ロムロムの連合協会長の放送代をします野永でございます。6年ぶりの東京でございますので、日本橋の鉢の上まで元気に担いでいただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。お祭りは三の様よ、いなせな江戸のあなやりゃ
いいよ。どうも。はい、ありがとうございました。はい、すいません。動かないところだ。始まらないよ、これ。Thank you.